はい、本日はですね、こちらノースフェイスのアンタークティカパーカーの本物と偽物がこちらにございますので、こちらをね、比較検証していきたいなというふうに思います。ということで、これ本物の方は僕の、私物というか所有物です。で、偽物の方はですね、僕の視聴者さんがなんかこれ偽物っぽいんですけど見てもらっていいですかって言って送っていただいたんですよ。ほな見てみようやないかいということで見させていただいたらですね、あーこれは偽物ですねというところでね、見ていきたいなというふうに思いますので、皆さんから見たらね、これどっちが本物どっちが偽物ですかとパッと見て多分わからへんと思うんですよね。ちょっと近くで見てみましょうか。こうやってね見ていただいたら、ちゃんと袖に両方ともワッペンあるし、ロゴもちゃんとついてあるし、で逆サイド見てもノースフェイスってタグもね、タグっていうかロゴもねついてあるから、これもしかしたら両方とも本物じゃんかって思うかもしれないんですけども、おそらくこれは片方偽物であろうというところになってます。で、まあ、違いとかをね今から話していこうと思ってますので、本日の流れとしてはですね、よく一般的に言われるところって、まあ、例えばロゴとかジップとかね、そういうところ言われるんやけども、そういうところとか、あと僕が見たところでこれが多分偽物やと思いますっていうところを話して、でその次にこの偽物をね買われた方のその情報、どこのサイトで買ったとか、どういう相手から買ったとかっていうところをねお話していこうと思いますが、まず最初にこれが本物か偽物かっていうのはですね、実はノースフェイスの店員さんではわからないんですよ。で、実はノースフェイスの店員さんにも一応確認は取ったんやけども、本物か偽物かっていうのは僕らちょっと判断できませんと。じゃあ逆にどうやって判断するのというと、工場とかに持っていかんとね、それがどうなんかっていうのがわからへんし、偽物か本物かを見るサービスは行っておりませんというふうにね、お話しいただいたんで、 100% 偽物であるかどうかっていうのはわからないんですけど、これはね見ていただいてる方の視聴者さんの方で判断していただいて、確かに卓造言う通りにこれあんま見ひんよねとかね、いやいや俺はこれ本物やと思うでとかっていうのをね判断していただければいいかなと思いますので、まずはよく一般的に言われるのっていうのが一つ目、ロゴなんですよね。ロゴが刺繍の部分若干ちゃいますよなんていう話はね一般的に言われるんやけども、まあそれはね僕個人的にはまあどうなんかなとかと思ったりするんやけど、一回ちょっとロゴを見ていきましょう。はい、ではですね、こちら向かって左側が、本物の方です。僕が、正規で購入するやつで、右側が、視聴者さんがフリマで購入されたやつということで、まずロゴを見ていきましょう。この本物の方のロゴっていうのはまあまあ一般的な見慣れたロゴですよね。ロゴっていうかまあロゴで、次がですね、これ見てもらってもねそんなに違いってないんですよ。でまあ一般的にみんなロゴやロゴやって言うんやけども、ロゴがこんなに分かりやすいやつってねたまにあるんですけど、こんな感じでね、ノースフェイスじゃなくてノクスフェイスってなっててね、本物の方は NORTH やねんけども、こっちの方はねNCRTH になってるんやけども、こういうね偽物の中でもねランクがあるんですよ。だからめっちゃくちゃ似てる偽物もあれば、あんまり似てないよねっていう偽物もあったりして、もうパロディーかなみたいなやつがあったりするんですけど、これに関してはかなりこうクオリティの高いね偽物やなっていうことがわかります。で、じゃあなんでそんなもん作れんのっていうところなんですけど、この本物の方をね作ってる工場っていうのが確か東南アジアやったと思うんですよね。ちょっと書いてないですけどもね、国内ではないんですよ。で、まあよく今ベトナムとかフィリピンとか、まあ、中国とかねその辺で作られてることが多いんですけども、そういうところでねコピー商品作るのも得意なんですよね。だからどうしても海外で作ってるものは偽物がね出やすかったりするってことで、次にねよく視聴者さんで言い張るのがジップですね。ジップが違うとかってよく言ったりするんやけども、ジップこれ本物の方がね、YKK っていうジップ使ってて、偽物は YKK じゃないとか言ったりするんやけど、それもねさっき言ったみたいに偽物でもクオリティがあるから、まあ、ある程度のものはねこうやって YKK 作ってくるんですよ。で YKK のジップ使うか使わへんかって言うとね、そんなにベラボーな金額変わるわけじゃなくて、僕も服作ってるんですけどもね、 YKK も大量に別に仕入れたりしたらそんなベラボーに高いわけじゃないし、 YKK の中でもまたランクってあるんですよね。だからそれを普通の人が見分けれるかって多分おそらく無理やと思うんで、あの巧妙なやつはね。だからそんな分かりやすいやつやったらこんなパロディとかやったらそれで分かるんやけども、それが2つ目と。で3つ目よく言われるのがタグってよく皆さん言うんですよね。タグが違う、タグが違うって言うんやけど、それも一回見てみましょう。本物の方のタグがこちらです。ND92032 って書いてあって、まあこんな感じでね、あの繊維とかいろいろ洗濯の仕方とか書いてあったりとかするし、あ中性洗剤しようって書いてますね。これあの僕ダウンのクリーニングの時も言ったけど、中性洗剤で洗ってねって言ってるけど、でそれ以外にあとゴールドウィンというねこういうタグがついてますね。白いタグ、これはあの日本のねあの会社で扱ってますよっていう証拠なんですけどね、こんながあって、あとはダウンをねちゃんとリサイクルしてますっていうこの3つのタグがついてます。で偽物の方はこのようにまず ND91807 で品番がちょっと違うってことで、昔の品番でやってるんかもしれないんですけどね、こんな感じで、まあ、表記とかはほぼほぼ一緒ですよね。そんなに違いってなくて、でまあリサイクルのあのやつ使ってますよっていうことなんですが、さっきはあったゴールドウィンのタグがこっちにはないですね。日本で売る際には絶対ゴールドウィンのタグっているんですよ。だから
本物の方には、ね、こうやってゴールドウィンっていうタグがついてるんですけど、こちらの視聴者さんの方には、ね、ないっていうことで、まあ、これもおそらくね、見分けるポイントになるかなと思うんですけども、一般的によく言われてるのはね、この辺になるんかなと思います。じゃあね、僕が今回偽物やと判断した基準っていうのが4点ありますので、そちらをね見ていただこうと思います。まず1点目っていうのがですね、サイズ表記なんですね。これまあ本物の方の僕のやつはね、こちら L サイズを購入してますので、このようにねノースフェイスのタグがあって、L サイズってあって、後ろにねゴアテックスってロゴがあるんですけど、まあ、このようにねありますよね。で、偽物の場合どうなってるかっていうと、同じようにタグがあって、でゴアテックスのロゴもあって 2XL って書いてて、何がちゃうのと思うかもしれないんですけど、ノースフェイスでね、この 2XL という表記の仕方しないんですよ。2パターンあるんですけど、こういう場合って 3XL っていうのはあるんですけどね、 2XL っていうのはなくて LL もしくは XL っていう言い方するんですよね。だからこの 2XL っていうのも、普段見かけへん表記になってるんで、まあ、よくねブランドによってはこういう 2XL って表記したりするんだけど、ノースフェイスに関してはしないっていうところで、まあ、これもね偽物の要因じゃないかなっていうのと、あと視聴者さんが言ってあったのが、2つ目になるんですけども、まあ、僕もね確かにいいと思ったのが、このね裏生地のとこにノースフェイスのロゴが散りばめられてるんですよね。で、こんなんってこれあるものはあるんですよ、中にはね。けどこのアンタークティカパーカーにはないんですよね。こういった普通の黒一色のね、裏地になってるんだけども、こういう風にノースフェイスのロゴが散りばめられてるということで、実は他のアイテムではねそういうやつもあったりしてて、こういうマウンテンライトってやつはね、開けると裏側にねこのようにノースフェイスのロゴがね実は散りばめられてたりするんですよ。だからアイテムによってはこういうのもあったりはするんやけども、このアンタークティカパーカーに関してはねそれはないよねと。だからあんまり見かけへんよねっていうところで偽物かなと思ってます。まあ、それでもね、もしかしたらこれ見ていただいてる方の中でもね、いやあったかもしれんぞと、偽物じゃないかもしれん、これはもう昔のパターンとしてあったんかもしれんっていう方ももちろんいらっしゃるかもしれません。それでもまだまだ戦いますよ。3つ目いきます。じゃあ3つ目何なのかというとですね、縫製なんですよね。で、縫製ってこう縫うあれなんですけどもね、縫いの粗さって海外は正規品もあるし、偽物でもどっちにしても粗いっていうのは若干あったりするんですけど、国内はやっぱ綺麗にしやな、後でクレームになるんですけど、まあ、海外はね粗いっていうのは結構あったりするんですけども、それにしても粗いっていうのがね今回のこの偽物です。一番わかりやすいなと思うのがね、このワッペンの縫い方なんですよね。で、ワッペン塗ってるとこ見てもらえたらね、こういう風にこう、まあ、均等に綺麗にこの正規品のは縫えてるなっていうのが、まあ、見ててわかると思うんですよね。で、対してじゃあ偽物の方どうなってるかっていうと、偽物の方はね結構なんか近い感じになってたりとか、あとまた真ん中戻ったり、またこうグラグラなってるのわかります。この縫製はさすがに正規では出せないよねっていうことで、まあ100歩譲ってアウトレットで出すのはわかるけども、こんなガタガタやったらもう一回付け直すと思うんですよね。で、このままもし出したとしてもね、やっぱり 100% はクレームになるでしょ。アイテム自体が7万とか8万とかするようなものやから、8万出してこの縫製で来られたりしたらね、これどうなってるんですかってやっぱ言われるじゃないですか。だから普通は検品してる時にね気づくはずなんですよね。商品でこういうの届いたら絶対検品するんですよ。で、これを5出すっていうのはまあ考えられへんなっていうところでね、偽物かなとは僕は思ってます。まあここまで言ってもですね、いやまだこれ本物かもしれんでって思ってる方も中にはいらっしゃるかもしれません。じゃあ最後見ていきましょう。僕が一番感じた違い、これ何なんかというとですね、生地なんですね。生地がもう全く違うってことで、映像をねこうパッて見てあげるだけやったら多分分からへんと思うんですよ。で、まあ一眼にちょっと切り替えますけどね、一眼で撮ってもね、そこまで違いってねあんまり分からへんかなと思います。実際触ったりしたら違うんやけども、よく見るとね、ちょっとなんていうのかな、この偽物の方が安っぽい生地というか、ちょっとテカテカしてるの分かります。で、この本物の方っていうのはマットな質感というかね、で、この偽物の方はちょっとテカテカしてるよねっていうことがあったりしますし、それ以外にもね、このジャケットゴアテックスでしょと、ゴアテックスやったら防水ですよねっていうことがあるじゃないですか。で、もちろんね、本物の方は水弾きますよ、偽物の方弾くんですかと。じゃあそこ見ていきましょう。ではですね、分かりきってることなんですけど、この本物の方にねまずは水をかけていきましょう。どういう弾き方するかとかね、まあ、こんな感じでね、綺麗に水を弾いてくれます。まあ、ゴアテックスで防水言うてるからね、それ弾いてくれないの困んねんけど、こっちは本物の防水ですかと。ちょっとかけていきましょう。あれ染み込んでませんかと、あれなんかこれ染み込んでる感じしませんかってなるじゃないですか。なんか防水にしてはなんか弾きもいまいちやし、新品やったらもっと撥水してるはずやしってなるじゃないですか。ってなった時にね、やっぱり本物の撥水の仕方っていうのはまあこういう感じで綺麗に撥水していくんですけど、まあ、偽物やったらね、やっぱり生地が防水じゃないんでね、これはおそらく弾かへんし、もう全然生地感としても違うんですよね。まあこんな感じでね、違いざっと見てもらって、これ見た上でもね、いや本物やでっていう人がいてはったらね、もうそれは僕とちょっと差しで喋りましょう。で、ちょっとトークしましょう。で、なんで本物であるかっていう理由をですね、もうディベートしたいな
と思いますので、ぜひぜひお願いしますということなんですが、ちょっとまあ着ていきましょうか。まあ、僕のね正規品のやつがこれ L サイズでね今着用しております。でまあ購入したのはねちゃんとね正規取扱店のそのお店がやってるところで買ってるというか、楽天なんですけどね、まあそれで全部買ってるんで、そこからはねまあ偽物来ないよねと。でちなみに正規店か正規店じゃないかの調べ方はノースフェイスのね公式のホームページ見てもらったらね正規店一覧っていうのがずらっと出てきますので、まあそれ見ていただければいいかなと思うんですけど、この偽物の方はねやっぱりちょっと綿もちょっと若干少ないなっていう印象はあるんですよね。まあこれも着ていきましょう。 2XL ですからね。 L の僕さっき言った L じゃないですか。もう一個上が XL でしょ。 2XL ってことはねそんなめちゃくちゃでかいんかなと思ったら、あれサイズ L と変わらなくねと。これほぼサイズさっきの L と一緒ですよね。やのに 2XL なんか言ったらこれお客さん絶対クレーム言いますよね。お前全然サイズちゃうやないかいと。わしいつも XL とか 2XL 買ってるから 2XL 買ったらこれやらちっちゃいやないかいってねクレーム来るかなと思うんですけども、これがね着用してみた感想です。でね偽物ってなんで出回んのって感じだと思うんですけどもね、偽物もね偽物用のやっぱ業者があるんですよね。でそれはもちろん東南アジアとかにあったりしますし、中国とかにもあったりするってことで、こういうワッペンとかもね、まあ例えば何百個単位で仕入れたりとか、こういうファーとかもね何百個何千個単位で仕入れたりできるじゃないですか。ほんでね全て本物と同じように縫製していって、部品だけ全部介護官にするんですよね。同じクオリティにしちゃったら同じ原価かかっちゃうから、だから介護官にしてこう原料だけギュッて下げて作ろうと思ったらね、まあ、こんな感じで作れるし、縫製も荒いってことはそんだけ検品も少なかったり、こう素人がやってたりっていうことでね人件費も抑えれたりってことなんで、原価がさらに安くなった状態で同じ値段で売れるってことなんで、まあ、こういう人気のブランドとかはね、まあ、特に海外で作ってたりするとまあ模倣しやすいというか、違法なことなんですけど、まあ、作られやすいっていうところはね、まあ、事実であるんかなと思います。でちなみにこの購入者の方がね購入されたっていうのがですね、フリマアプリで購入されて値段がですね6万円ぴったりということで、こんなん騙されへんやろと思うかもしれないんですけどもね、このようにちゃんと全部タグもついてきたらしいんですね。ゴアテックスのタグとか、あとノースフェイスがねよく使ってるこういうねグリーンなんとかダウンとかのタグとかね、あとそれ以外にやったらこういう商品タグ、今ちなみにノースフェイスこのタグじゃないですよ、茶色のタグになってるんけど、こんなんはねあの別に本物を使おうと思ったら使えるからあんまり関係ないと思うんですけど、まあ、タグはねあんまりここの辺は僕正直関係ないと思うんですよ。本物使おうと思ったらねそんな高くないからね使えるんであんま関係ないんですけど、まあ、それよりもねアイテム本体の違いをね見るのが一番いいと思います。だからまあ僕個人的には一番近かったらやっぱ生地ですね。もう生地がもう全く違うって感じだったんで、まあ、その辺やったと思うし、まあ、値段が6万円で購入された。でその相手方の評価どうやったんですかって言ったら、評価が99いいねがついてて1だけ悪かったらしいんですよ。だから多分その方もおそらく知らんと買ったんやな、買わされたらなと思うんですよね。なんかその人自身が悪いとかじゃなくて、たまたま偽物をつかまされて偽物を渡したんかどうかわからないですけど、そういう流れなんちゃうかなっていう、この評価見る限りはね、明らかに偽物やったらこんなもっと評価悪いはずなんで、99もいいねついてないんで、まあ、そんな結果になったんかなということで購入されたようです。で視聴者さん自身もね、あのゴールドウィンのタグがないとか、あとまあ内側の生地がねノースフェイスのなんかのロゴのプリントされてるとか、それ以外にもねこの右腕のねロゴがねちょっと歪んでるとかっていうのをおっしゃってあって、その辺からねちょっと怪しいんちゃうかっていうところで僕にね連絡いただいたみたいです。ちなみに右のタグが歪んでるの、あ確かに歪んでますね。ここがね、この塗ってるところに対して少しこっちが隙間空いてきてるんですよね。こっちはちゃんと詰まってるとかっていうことで若干こう歪んでるのが分かりますかね。で縫製も甘いからこの辺がねなんかぐちゃぐちゃぐちゃってなってる感じになってる、まあ、こういうのはやっぱね正規品では絶対出さないんでね、 100%検品してやり直しさせられたり、あとまあそれ以外にやったらまあアウトレットに出したりとかっていうことで、まあアウトレットにも多分出さへんと思いますけどね、このレベルやったら。まあその辺がね違いになってくるかなと思います。だから今回は結構似てるパターンですよね。激似やねんけども、よく巷で言うロゴが歪んでるとか、なんかそういう誰でも分かるようなところってね、まあもうちょっとグレード低いというか誰でも分かるようなレベルやねんけども、もうちょっと巧妙になってくるとね、やっぱりちょっと生地感が若干違うなとか、縫製ちょっと甘いなとかっていうところで、パターン自体はね同じパターンで作れるんですよ。型紙同じやつにして縫製の仕方も一緒やし、部品も同じようなの使っていったらあんまり分からへん感じなんですけど、まあ、とにかくね僕はよく言うのが、まあ、正規店で買ってくださいと。で悪いこと言わないんでね、まあもちろんちょっとでも安くなったりしたら、今回これ6万円ってことで定価がね8万なんぼなんで2万円弱ちょっと安くなってるんですけど、じゃあ2万円弱安くなって本物か偽物か分からんもん捕まされるんやったら、まあ、ちょっとね高くてもいいから正規品買っといた方が、さっきのね防水性もちゃんとあるし性能としてもあるんやけども、さっきの偽物のやつはねあの防水性あるんかなとかね、ちょっとびちょびちょならんかなとかね、 2XL でなんなんかな
なとかってちょっと困るじゃないですか。だからね、そういうところでは非常に面白いサンプリングをねご提供していただいたということで本当にありがとうございました。まあ、同様にアークテリクスも偽物あるし、パタゴニアも偽物あるし、やっぱり海外でね作ってるブランドさんってどうしてもそういうのはあるんですよ。まあ、なのでね、受けた方もその依頼を受けた工場さん、偽物作ってって言われた工場さんもね、やっぱ生活がありますんでね、まあ、生活のためにやってるって方ももちろんいらっしゃるやろうし、いいことではないけどもね、こういったスーパーコピーがねありますので皆さん気をつけてくださいということで、本日はですねノースフェイスのスーパーコピー品を比較してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。